岡本芳夫博士は1941年大阪府天王寺で生まれました。戦後一家は疎開先の山口から兵庫県尼崎市武庫荘へ移住。小学校に入ると近くを流れる武庫川で魚取りを楽しんだり、父から教わった将棋や囲碁に熱中する日々を過ごしました。中学時代は数学と理科が得意だった博士。しかし何よりも夢中になったのは勉強よりも野球やサッカーでした。1956年地元の兵庫県立尼崎北高校へ進学。理科系に進んだ兄の影響もあり、戦後日本の産業の発展を支える科学分野を志すようになります。そして1960年大阪大学理学部に入学。高分子学科の卒業研究ではひたすら有機合成の練習実験に明け暮れ、合成技術を身につけました。1964年大阪大学大学院理学研究科へ進学。研究者になるつもりはなかったという博士、実験を重ねる中で次第に高分子合成の魅力に引き込まれていきました。少しでも早く結果を知りたい、流行る気持ちから研究室に泊まり込み研究に没頭するようになります。博士課程修了後、恩師結城平明教授の助手として新たな高分子合成の研究に取り組みます。人工的に合成された有機化合物には左手と右手のように互いに共造関係にあるものが存在します。そして左巻きと右巻きの螺旋高分子も同様に共造関係にあります。共造異性体と呼ばれるこの化合物は医薬品において生理作用が左右で異なる場合があり、一方は薬効があるのにもう一方は副作用を引き起こすなどの問題をはらんでいました。合成された共造異性体の混合物を効率よく分離することはできないだろうか。博士が注目したのはエニシダというマメ科植物から抽出したスパルティンという有機化合物でした。岡本博士はこの化合物を触媒として利用。1979年試行錯誤の末、当時理論的には不可能と思われていた安定した一方巻きの螺旋高分子の合成に世界で初めて成功しました。さらに博士はこの作り出した螺旋高分子が共造異性体を識別できることを発見します。そしてこの機能を利用し共造異性体を効率よく分離することを思いつきます。博士は国内の化学メーカーと共同研究を進め、螺旋高分子をカラムと呼ばれる筒状の容器に詰めて実用化することに成功。キラルカラムを開発します。このキラルカラムに共造異性体の混合物を溶媒とともに注入すると、一方の共造異性体が補足されてカラム内に長くとどまり、もう一方は短時間でカラムから流出します。光学分割と呼ばれるこの画期的な方法により共造異性体は正確かつ効率よく分離することが可能となりました。さらに博士はセルロースなどの天然多糖類から合成した一方巻きの螺旋高分子が優れたカラムの充填剤になることも発見したのです。高分子合成におけるこうしたさまざまな革新的功績が高く評価され、その後岡本博士は国際的な数多くの賞を受賞。
博士の開発した光学分割カラムは、抗うつ剤、高脂血症治療薬など多くの医薬品や機能性材料の研究開発に欠かせないものとなり、今では鏡像異性体のトン単位での分割を可能にしています。中でも全世界で年間売上高が1兆円近くにも上る胃酸分泌抑制剤エソメプラゾールの製造には重要な役割を果たしています。長年にわたる博士の研究の陰には温かい家族の支えがありました。梢夫人とは1970年に結婚、その後息子さんが生まれます。多忙な博士にとって家族は大きな安らぎの存在でした。人を感動させる研究は世の中のためになる、そう話す岡本博士のもとには今も多くの学生が集います。自分が研究で味わった感動を若い研究者にも伝えたい、博士は現在も後進の指導に情熱を傾けています。若い研究者に特にお願いしたいことは、若いうちに大いに知識を蓄え経験を積み、その後の研究で重要な見落としがないようにしてほしいことです。研究に打ち込んでいれば大きな発見の近くまで行くことは生涯で一度や二度は必ずあります。その大きなチャンスを自分のものにできるか否かは、日々の絶え間ない努力によって培われた知識と経験に基づく的確な判断力であると思います。若いうちに大いに判断力を身につけてください。幸運は十分な備えをした者に微笑みます。